飲食店経営塾塩ラボ、塩さんのズームで社長インタビュー始まります。今回のお品書きです。ファイル20、佐々木京太社長前編です。こんにちは、看板商品発見アドバイザーの塩さんでございます。今日もよろしくお願いいたします。僕は飲食業を日本で一番働きたい職業にを目指して、飲食店の看板商品発見で売り上げを伸ばしていくためのお手伝いをさせていただいております。その流れの中で飲食店を応援するブログを2013年の7月から始めさせていただきまして、こちらは毎日更新、2586日目でございます。そしてその流れの中でまた2020年4月1日から YouTube の飲食店経営塾塩ラボをスタートさせていただきまして、より飲食店に役立つ情報を動画を通じて届けていくということを今スタートさせていただいております。現在週6日配信をさせていただいておりまして、その中の一つ、塩さんのズームで社長インタビューという講座が、毎週火曜日水曜日前編後編に分けて、一人の社長に迫っていくということをさせていただいております。この講座では、社長の、飲食業との出会いから歩み、そして現在の取り組みやこれからの夢などをお話をいただくことで、少しでもこの飲食店の経営や夢を実現したい、そんな応援の一コマになればということを感じております。今回登場いただくのは、仙台を拠点に活動されております佐々木京太社長にご登場いただきました。それでは佐々木社長、まず自己紹介、会社紹介からお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。私は宮城県仙台市で、居酒屋を中心に4店舗を経営させていただいております、有限会社京太ファクトリーの佐々木京太と申します。よろしくお願いいたします。居酒屋、特に、郷土料理の居酒屋さんを中心に、経営をしております。現在創業してから15年目になる会社でございます。話せることがあるか分かりませんが、皆さんのためになることを少しでもお話しできればと思ってます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、では早速ですが、はい、今まで全ての経営者さんにお聞きしております、この質問からいきたいと思います。はい、佐々木社長、まず飲食業との出会いというのはどんなきっかけがあって、こう飲食に惹かれていった感じでした？やっぱり学生の時のアルバイトが一番大きくてですね、はい、大学生の時に、アルバイトをしたいので、はい、友達がうちでバイトしたらどうだというところから、僕その頃千葉に住んでたんですけども、ダスキンさんがやってるカーニバルプラザという大きいスタジアムレストランがあったんですね。はい、僕の頃はネルトンベニクジラだとか、なんかそんなのがやるような、なんか1000席近くあるようなお店で、滝が流れたりピエロがショーやったりみたいな、そういうところで初めてバイトをして、とっても楽しかったんですね。で、なんか大学を卒業する頃にやっぱりこう目の前で人が楽しむようなところでやっぱ働きたいなと思って、飲食に就職しようと思いました。あ、そうですか。なるほど、すごいですね。懐かしい。人とメニュー、メニクジなんだ。懐かしいこと。世代ですよね。世代ですね。懐かしい。よく見てました。見てました、僕も。なるほど。はい。すごい、その、なんていうか、サンホールありまして、バーベキュー、シーフード、ラウンジってありまして、本当当時は、本当に1時間待ちとか、土曜日、日曜日、当たり前で、で、アルバイトが主体でお店をやってましたから、はいはい、でそれがだんだんやっぱりこう、なんていうんですかね、時代とこう合わなくなってきて、最後は閉店してしまったんですけど、でもやっぱりその時のこう、はい、チームを作るとか、なんかみんなが楽しそうにしてるとか、はい、だからそんなことがすごく楽しくて、はい、続けてですね。で、その後、潰れちゃったもんですか、途中で、はい、ディズニーランドの横のホテルでですね、サンルートプラザ東京というホテルでハイゼンを始めるんですけど、
それもやっぱり楽しくってですね、はい、結局なんかバイトか学校かって言ったらほとんどバイトしてるようなそんな学生で、やっぱり普通に就職して背広着るのはなーなんて思っていて、はい、やっぱり飲食でと思ってですね、はい、それで初めて入った会社が、はい、今のグローバルダイニングという会社で、はい、ちょうど長谷川実業という社名からグローバルダイニングという社名になる頃、また18店舗ぐらいだったと思うんですけど当時、それでそこに最初に門を叩いたって感じです。なるほど。この最初のグローバルダイニングさんとの、はい、であったり、あとはあの就職の決め手というところはどんなところにありました？あのやっぱりこの 上の人の顔を見なくていいというか上司の顔を見なくていいぞみたいな、やればやるだけ身銭が入るぞみたいなのが、はい、僕のその当時学生の頃は、はい、やっぱりバイトイコールお金だったので、その頃は、はい、とにかく頑張れば時給が上がったり給料が上がる方が良かったで、はい、それでなんか探してたらグローバルダイニングって全然知らなくって、はい、どうやらなんか店長でも30万のやつもいれば200万のやつもいるぞみたいな、まあ、これは力さえあればいいんだなという、なんか上司の顔色を見るなよみたいな、なんか文言があってです、はい、それに惹かれてあの就職したんですよね。そうですか。はい、でもすごい出会いとしてんですねでもそれで、はい、やっていくんですけど、やっぱり非常に大変で、はい、当時は、僕はちょあの結論から言うと1年で辞めたんですけど、はい、それまでに、まあ、3回ぐらい倒れましたし、どうですか、はい、でやっぱりアルバイトも社員も実力主義なので、毎月、お店の会議で誰は時給いくらくれとか、はい、社員がいくらくれとか、次の店長がいたから誰かやりたいやついないかとか、当時はまあ3ヶ月予算を達成しなかったらどんどん店長を変えてたんですね、グローバルダイニングで。すごいですね。その分まあ入ってこう手挙げられるんですけど、その勉強もしてないからスキルもないので、とにかくやれるのはいいんですけど、教えるっていう文化があまりその頃はあのなくて、どっちからで言うと自分でどんどん勉強してやっていけばお昼上がるぞっていう感じだったので、はい、まあ、だん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 疲れてきてしまって、はい、ほんで3回目倒れた時にはこれはちょっとやっぱり、いや体も大事だなと思ってその退社をするんですけど、その前に、はい、たまたま僕は代官山のモンスーンカフェというところで働いてたんですけど、はい、そこに僕の師匠である渡辺美希さんがですね、はい、食べに来たんですね、はい、で僕その時青年社長を読んで、はい、ダイヤモンドにこう掲載されていて、はい、本当にこんな、なんか町場の居酒屋があるんかななんて思いながら、なので顔してたんですね、はい、そしたらまあ後から聞いたそれは一番初めの TJ フライデーズを出す、はい、出店の調査に来てたらしいんですね。なるほど。でも少しお話をして、あ、はい、いいなってちょっと思っていて、はい、で、辞めて1ヶ月ぐらいしてからですかね、はい、ワタミの門を叩いて、はい、その後に今度ワタミに就職をするんですね。そうでしたか、はい、なるほど。すごい、この出会いがすごいですね。出会い、そうですね、ほんと。もしあそこで渡辺美希さんが食べに来てなかったら、多分今の自分ないと思うんですよね。はい、渡辺美希さんにはこの時京太さんから声をかけられたんですか？はい、青年社長見てますって、はい、声をかけた、ありがとうございますっていうところで、はい、で、なんかお店の話をしてですね、はい、で、当時僕は千葉の行徳っていうところに住んでいて、はい、その頃、浦安っていうところに、ワタミあったんですね、はい、で、初めて食べに行った時にすごく感動して、はい、いやー、本当にもう二十数年前に全部手作りで、はい、大根サラダが180円で、韓国海苔が200円ぐらいで、ご飯セットが250円ぐらいですよ、はい、それでもハイライトいっぱいになるし、はい、で、なんかカクテルも全部こう、なんですか、キャラントリキュールを使ってたんですね。昔なんかコンコ使うのが居酒屋さんは主流だったんですけど、はい、ほんでやっぱ店員さんは愛想がよくて、膝つき接客で楽しそうに、はい、あ、これいいなって思
思ってですね、でなんか募集要項見たら独立制度ありって書いてあったので、はい、まあ、僕はあの今の仙台が出身なので、はい、あ、これはもう仙台でこのワタミってお店やってみたいなと思って、受けたんですね。でその時に、あ、実はお会いしてるんですと、はい、大会までお会いしてるんですと、ああと、あの、まあ、最終面談の時に言っていただいて、はい、でも僕が覚えてるのはそこから僕働き方が変わって、はい、君は金なんていう小さなもののために働いてんのかって言われたんですよね、ミキさんに。はい、でも言われた最初は、いや分かるけどなんか綺麗事言わないでよと思って、はい、でもどん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 話せば話すほど、働くってお金じゃないなっていうか、自分の成長だとか何か貢献できるだとかっていうことが、はい、そのミッタに言われた時にスーッと入って、はい、それまで本当バイトからずっとお金とか待遇で仕事を選んでたんですけど、はい、初めてこの人と働きたいと思って職場選んだんですよね。はい、だからワタミ入る時に給料いくらかも知らないし、はい、休みも知らないけど働きたいですと、はい、いう感じになったのが初めてで、はい、結局その後ワタミで働いても同じなんですよね、はい、そのまあ今でいういわゆるブラックというか長い時間働いてお休みも週に1回あるかないかで、はい、でもやっぱりお金のために働いてるとこう辛いんですよね。だけど同じなんだけど辛くないっていうか頑張れるっていうのは、はい、まあ、志とか理念っていうのはすごく大事なんだなって、はい、一番最初にあの師匠のミキさんに教わったのを今でも覚えてるんですよね。そうですか。はい、すごいですね。この最初のこう大観山のこのぐらいのところでそこまで深くこういろいろお話も。そうなんですよ。飲食店経営塾塩ラボ。いやでも本当にこのもう運命の出会いですね。そうですね、本当にそうですね。で、いや入って、いや僕はもう3年で辞めますと。はい、なぜならまあ2年で店長やらせてもらったら、はい、あと独立の研修を受けて僕は仙台のお店をやりたいんですとその時から言ってたんですけど、はい、結果5年間いることになるんですね。で5年の間に店長をやらせていただいて、はい、ヤマネージャーという仕事をやらせていただいて、はい、で、独立に手を挙げまして、はい、で、お店をやらせてもらうんですけど、はい、でそれも、全然お金がたまらないじゃないですか。たまらないんですよ、安月給だから。もう手取りで12、3万ぐらいなんですね、店長の頃。あ、はい、はい、で、株を買ってたんです、会社の、はい、株を買ってそれを貯金と思ってたんですね。はい、で、エリアマネージャーになって少し給料が上がるんですけど、はい、またそれに株を買うので全然お金がないと、はい、で、やっとの思いでお金を貯めまして、はい、で、よし分かったと、まあ、研修終わって、まあ、やってもいいぞってことになったんですけど、はい、じゃあ京太、この中から店を選びなさいと言ってリストをもらったんで、当時僕入社した頃がどうなんだろう、140、150店舗の頃で、はい、辞める頃は300店舗ぐらいだったと思うんですけど、はい、その300店舗中の30店ぐらいから選ぶんですけど、その30店は赤字か前年 20% だか 10% 割れてるような店ばっかりですね。はい、はい、で、いや、この人鬼だなと思いましていやいやいや、会社のために一生懸命働いてきたので、はい、そのなんかおめえがいらない店しかくれねえのかよと思ったんですけど、はい、でもその後にミキさん言うんですよ、はい、いいか京太と、うん、もしお前この店買って、はい、お前が本気でやって売り上げ上げられないなら、はい、そもそもお前には独立する力がないから諦めなさい、やめなさいと。ただこの店をお前がこのどこの店でもいいからお前が本気でやって売り上げ上げられたら絶対に頑張れる、はい、頑張った分は全部お前にくれてやるからそれでお金を貯めて仙台に帰りなさいって言ったんですよね。はい、で、あ、まあ、愛の無事かと、まあ、ライオンの子供かと思いましてそれで秋葉原の店を、当時買わせていただいて、はい、まあ、買わせていただくって言っても、委託、業務委託という形なんですけども、はい、それでどうですか、前年 80% ぐらいの店だったと思うんですけど、それを
一番最初に独立やらせてもらって、はい、それこそなんか毎日お風呂は洗い場で体を洗い、お座敷に寝袋で泊まりみたいなのが2、3ヶ月続きまして、はい、でやっぱり 80% が120とか 130% になったんですね、はい、そしたら一気になんか自分の給料がですね、ブワンと、まあ、給料とかあの自分の報酬が上がったんですね、はい、ああよかったななんて思って、はい、で1年もしない間によし、はい、これからワタミンチって新しい業態をやるんだと、はい、お前はそこから店を選べって、ここをずっとやらせてくれないですか、いやもうここはやらせないみたいな話になって、また試練が来るんですねそれでその時塩さんもご存知の桑原社長がいらっしゃって、はいはい、今度は桑原社長からよし、はい、京都は好きな店を選びなさいと始まるんですけど、今度は逆でですね、はい、まだ20軒もない渡辺家の中から今度は好きな店選んでるんですね、はい、売れてないじゃなくて京都好きな店選んでる、あ、はい、いいんですか、じゃあ一番その時売れてた上野のお店を選んだんですけど、はい、でもお店を見に行って、あ、これはまだ売れるなと思って、はい、まあ、その店選んだんですけど、結果その売れてる店も 20% ぐらい上げられたんですね、はい、はい、それでそれをまた自分の報酬が増えるので、はい、とにかくそれを取っといて取っといて、はい、言われたのは、桑原さんに言われたのは、いいか京都は1000万円貯めなさいと、はい、1000万円貯めたら仙台でお前がやりたい店ができるんだから、はい、それまでは無駄遣いするなよというのをしっかり聞いてですね、はい、もうコツ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 、それ3年半ぐらいで貯めさせてもらって、はい、それで今この仙台に帰ってきてるんですけど、2009年に仙台に帰って、はい、ワタミの自分で全部作るフランチャイズの店をやらせていただいたっていう感じなんですよね。すごい歩みですよすごい、でもワクワクしますね。飲食店経営塾塩ラボ、この 80% になっていたお店、そしてこう上野のお店、それぞれをあの 120% 売り上げを伸ばしていくために、その時京太さんが取り組んだことっていうのはどんなことがありました？あ、そうですね、秋葉原のお店は、はい、僕以外日本人が一人しかいなくてですね、当時、はい、当時中国の方が結構今なんていうんですかね、他のアジア圏の方が多いですけど、当時やっぱり中国の方が少しずつ居酒屋に増えてきていて、はい、ワタミも急な出店をしていたもんですから、はい、人が追いついてない状況の中で、はい、どうしても人が欲しいってことで外国人の方が多かったんですね、はい、それでやっぱり言葉が追いつかない、はい、あったのがこれだと思いまして、一つやったのは僕は毎日日本語教室やったんですね、はい、2時か3時に毎日店に来なさいと外国人、はい、僕はタダで日本語教えてあげるよっていうところが、はい、彼ら彼女たちはタダで日本語教えてもらえるので、午前中しか学校がないのですぐ来るんですよ、はい、店に、はい、とにかくいらっしゃいませ、はい、ただいま、ありがとうございます、生が一つとか、はい、言葉をずっと教えてたんですね、はい、そうすると、はい、それまでなんでかというと、僕がお客様に、はい、お客様って走っていくと、はい、日本語分かるやつ来たのかってお店で言われて、はい、これは売り上げが上がると、これで日本語を教えれば、まずもっとオーダーが増えるんだろうなと思って、日本語を教え始めたんですね。でそれがだん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 2ヶ月ぐらいしてくれると、やっぱり日本語ができるようになってくるので、はい、そうすると僕だけにつくお客さんが、今度は中国人の、ここでも愛想のニコニコお客さんがつくようになってくれて、はい、結果、満席になっていくっていうのと、もう一つは、とにかく、ボトルを頼んでいただくという僕の昔ながらの戦法ですね、はい、名前と好みを覚えられるから、とにかく100本と決めて、常に、まあ、初見の店長の時から、はい、とにかくボトル100本入れていただいて、全部名前と顔が一致するようにすることが、はい、売り上げを上げる一つかと思ってやるのと、はい、でそうすると誰々さんが来た、あ、誰々さんってボトルで、もう座るときにはもう、はい、セットが出てきてみたいなので、やっぱり気持ちいいのでお客さんはたくさん来るようになると、はい、もう一つはノーを言わないっていうので、はい、
大体ですね、その僕の常連さんになっていただく方は、はい、まあ、無理ばっかり言うんですね、はい、で金曜日の 8時頃に電話してきて、おー店長席空いてる、さすがにもう改善しているので満席なんですよね、はい、でそこで普通の人だったらすいません今満席なんですけど何分ぐらいお待ちいただけますかってなると思うんですけど、はい、僕そこで、あ、空いてますよ、あ、どうぞどうぞで、そのエレベーターで3階、4階かな、チーンって上がる、はい、満席なんですよね、はい、店長席空いてないじゃん、いやここが空いてるじゃないですかって言って、はい、レジ台のキャッシュトレを置くこのレジの横の台あるじゃん、そこにこう椅子を置いてここで飲んで飲み始めていただく、ボトル席はもう1個、はい、でもその人は言うわけですよね、はい、空いてないじゃないか、で僕も言い返すわけです、はい、いや席空いてないの分かって僕に電話してきたでしょ、どうせ他もどうせ空いてなかったんでしょって、だからとりあえずここで飲んでください、はい、で、お席空きましたよってその人は言うんですね、はい、もうここ、いやここじゃ困るんだってもうお会計できないからあっち行ってくれと、はい、もうとにかくそれであのノーと言わずにとにかく来ていただいて、はい、飲みでも何でもいいから待ってもらって入ってもらうということをし続けたらですね、はい、やっぱり3割から4割売上がったんですよね、なるほどですねすごいですねだから当時それで、はい、あのたくさん常連さんになっていただいて、はい、それからまあ上野のお店を選ぶんですけど、はい、上野のお店は逆でもう最初から繁盛店だったんですよ、あ、はい、だから繁盛店でどう売り上げ上げようかなと思ったんですけど、はい、僕、席効率を見るんですね、うん、はい、いや、満席じゃん、だけど僕の基準から言うとちょっと満席じゃないんですよね、はい、あ、あそこもったいないな、あの人とあの人代わってもらえれば席入るのになとか、はい、思って、まあ、レジ叩かせていただくと、はい、在籍で何名って出るじゃないですか、はい、で、その店が例えば80席だとして満席で60名ってなってて、はい、これは全然僕の中じゃ満席じゃない、あ、これ売り上げ上がると、はい、80席で74から75席埋めてないと僕は嫌なんですよね、はい、それはやっぱりこう案内の仕様じゃないですか、はい、なのでそこで来るお客様の満席の時の客数を上げていくっていう作業をしたと、それでも取りこぼすので、はい、まあ今オフレコもいいと思うんですけど、はい、当時その非常階段がありました、ね、はい、非常階段の横に少しスペースがありまして、はい、そこに2面席を3つ作ったんですね当時あのその渡辺のビデオレターにも出てたんですけど、はい、はい、そのもったいないんでそこにテーブルと椅子を置いてとりあえずここ入って待ってもらって中空いたら中ご移動しますみたいな、はい、ウェイティングのテーブルが入り口の席も入れると2面席が4つあるんですよね、はい、そうすると74に8なのでもう82だから満席率 100% 超えるわけじゃないですか、はい、それをとにかくずっとやるのと、はい、10時以降にですね、はい、反則、あの、なんですかね、言い方悪いんですけど、キャッチに出るというか、店の下に行って、はい、二次会需要の人を捕まえてくるんですよ、はい、で当時はみんななんか6時とか7時は出るんですけど、はい、僕はそこは出ないんですね、うん、もう知ってるお客さん来ていただいて、でも10時から12時もう一回取りたい、はい、そうするとビルに入ってくる人みんなに声をかけて全部吸ってるんですよ、ここの水、途中からバレちゃって皆さんやるようになっちゃったんですけど10時以降を全部自分の店にこう取り込めるようになると別に1杯サービスしても、うん、あのなんかコップ1杯のビールぐらいは全然どうぞどうぞっていう反則費だと思ってやると、はい、またその時間に来るので1、2、3発来るんですよね、はい、極めつけの4発は3時まで営業なので、はい、そうするとですね、そのビルで、早めに上がった子とか、はい、休憩室にいるわけじゃないですか、はい、そういう子にビール券を渡せるんです、暇なら飲みに来ないかと、はい、そうすると深夜がもう同僚で満席になるわけですよね、はい、でも僕一人しかいないんですよ、店員が、はい、だけど広い店内に僕一人だけどみんな同業だから、はい、許してくれるわけですよね、はい、でもみんな一人一杯ずつあのサービスをするのでそれなんかいいのかって言われるんですけど、いや全然いいじゃない、一杯ぐらい俺一人で待ってくれるんだからって言ってで文句も言わずみんなボトルを入れて、はい、深夜も同業でいっぱいになってくれるので、うん、結果ですねそこは、34坪で、はい、12月で1400万あるんですよね、
すごいですね。だから客単価2400円ぐらいですからすごいと思うんですよね。すごいです。はい、平日でも1000万はいきますから。これがまあ4000近いお店ならわかるんですけど、やっぱり2400円ぐらいで、だからすごい疲れましたね。まだ30前半ぐらいだったら多分できたんですけど、それ、はい、それでまあ、あのお金を貯めて、はい、何買えるっていう状況、その2店舗はそれで売り上げを上げていきました。なるほどですね。はい、すごいですね。面白いですよね、やっぱり前菜で。京太さん、ちょうど前この経験もそうなんですけど、はい、もう渡美さんにこう入られてから、はい、この渡辺美樹さんにこう一番この学んだことというのは、このここまでの経験を通じてどんなことがありました？ですね、やっぱり言われたのは相手の喉元に食らいつけっていうのが一つ、はい、すごく覚えていて、はい、もちろん愛情を持って接してもらったから今があるんですけど、その中で独立するときに言われたのはその一言だったんですね。それは何かというと、お前が自分で最初オーナー店長やるだろうと、はい、で隣にいろんな店ができても負けない、絶対に負けないんだという自信をお前は持ってるんだと、はい、それがなかったらお前の店は潰れるんだと。なるほど。はい、だから相手の喉元に食らいつけた、うん、いうのを聞いて、すごくこう励みになったっていうか、背中をされる気持ちになってですね。だから例えばその当時はフランチャイズやってましたけど、はい、自分のところスタッフにも言ってました。もし仮に隣に、はい、直営店が出て、直営店を営業部長とかが、はい、本部長とかが営業するとしても、はい、俺たちはぶっちぎりで勝てるぞと、うん、絶対に勝てるんだって思ってやってましたね。はい、それをずっとやっぱり教わってきてたので、一番それが大きいですかね。はい、今でもその言葉って実は一番大事かもしれないですね。そうですね。やっぱりこう飲食店も本当に溢れてますし、うん、環境は実はやっぱり平等ですもんね。だけどそう、その中でやっぱりいかにやっぱり勝ち抜くかっていうことが、うん、本当にこうモテてるかどうかっていうことがすごく大事な気がしますね。そうですね。だからチームワーク、僕らはその頃はもうね、メニューとか、はい、まあ、業態はいじれませんから、はい、それをいただいた業態はどれだけしっかりパフォーマンスを出して生産性とかやるかってことが、はい、僕らサイドの仕事だとすると、はい、やっぱりソフトの部分はサービスとか、まあ、活気だったり、はい、笑顔だったりってことだと思うんですけど、はい、もうそこは絶対負けねえぞと、うん、それでいて、個人店さよりも、はい、明らかに価格帯で価格訴求はしっかりできると、はい、で同じぐらいのサービスができるんだったら僕らが圧倒的に勝てるわと、うん、思って、その時はすごく取り組んでましたし、今のようなまあチェーン店離れもなかったですから、はい、本当にたくさんのお客様に来ていただきましたよね。いや、すごいですね。本当すごい深い言葉であるのと、もうその言葉の支えがやっぱりこう常に京太さんの中にあるっていう、やっぱりその後にもやっぱりいろんなところでつながっていく。そうですね。はい、いよいよ仙台で独立というところですね。ここの時の、まず最初のお店の時のエピソードをお話しいただいてもいいですか？佐々木社長、ありがとうございました。後編もぜひご覧ください。後編では独立以降のお話もいただきました。ありがとうございました。飲食店経営塾塩ラボ、新規集客で売り上げを伸ばしたい飲食店経営者店長へ、今毎月塩ラボ虎の会を開催しています。毎月開催している塩ラボ虎の会では、1、塩さんから直接今の世情や飲食店の現状を聞けます。2、自分が聞きたいこと、知りたいことをその場で問題解決できます。3、参加したスタッフはその場でやる気になります。4、歴史を読み解きます。5、
3000店舗の現場を見てきた経験があります。 6.YouTube で取り組んできた全国の飲食店経営者から得た気づきをシェアしています。 7.他の店舗の悩みや成功体験を聞けます。 8.コラボレーションができるか模索ができます。 9.タイムリーな情報交換ができます。 10.飲食店で独立を考えている従業員に有益です。 PR やウェブマーケティングに強くなれます。 12. 媒体にとらわれない売上アップの仕組みをメンバーと共に作ることができます。 13. 本気で売上を上げたい仲間が集まっています。 14. 虎の会オンラインサービスも充実しています。 1. 会員限定ページが閲覧できます。 2.会員限定 YouTube 動画を閲覧できます。 3. 過去に開催した虎の会リアルの映像をご覧いただけます。 4. グループページでの質問相談はいくつでもできます。詳しくは説明欄ホームページをご覧ください。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。またよろしくお願いいたします。